皆さんこんにちは、出直し看護塾の青柳です。今回は皮膚所見のお話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方はですね、37ページをご覧ください。皮膚所見、まあこれね、皮膚に何かあるっていうことなんですけれども、学生時代に絶対に習ってるはずなんですよね。皮膚所見何があるかですね、ちょっとですね、皆さんお手元にですね、書くものと書かれるものがある場合にはですね、ちょっとこう書き出してみてください。まあ例えば潰瘍とかも皮膚所見ですよね。まああるいはですね、糜爛というのもあるかもしれませんが、糜爛と潰瘍ってどう違うんでしょうかね。まあね、球診とかっていうのもあるかもしれませんしね、水泡とかね、膿胞とかね、まあいろいろありますよね。どうでしょう、いくつか書けましたかねって言っても、まあ、絶対誰も書いてませんよ。まあなんとなくそういう気がします。僕の目の前にあるのはカメラしかありませんけれども、まあ、絶対に誰もこう書いてないと。まあこれをですね、素直に書いてる人はですね、まあこれ大変素晴らしいと思いますが、まあ、多分書かないと思いますのでね、まあ、どんどん進めていってしまいたいと思いますけれども、まあ、これもね、洞察力の本に書いてありますので、まあ、後でこうゆっくり見ていただければというふうにこう思いますけれども、まあ、定義があるわけですね。なんかこう、細かく書いてありますよね。こう、裏でこう書いてありますが、糜爛って何ですよ、潰瘍って何ですよ、球診って何ですよっていうのがこう書いてありますので、まあ、これを、まあ、覚えればいいんですが、まあ、ただね、まあ、なかなか難しい、たくさんあって、ね。ですので、この、皮膚所見がわからなくても、患者さんが死ぬわけではないかもしれませんから、まあ、個人的には優先順位は高くないと思います。ですので、まあ、これをですね、必死に、こう、まあ、暗記するという暇があったらですね、まあ、食とかそういうものを勉強した方がですね、いいんじゃないかなという気がしますが、まあ、ただ、定義がわからないと、まあ、これは医師との会話ができないわけですね。先生、なんか皮膚が変ですっていうのは、まあ、あまりにも素人っぽすぎますので、そうすると、これはこれこれこういう理由があって、あ、潰瘍だなというふうに考えることができると思います。ですので、定義を覚えておくとこういうことですね。ではですね、ちょっとですね、トレーニングしてみましょうかね。これ何でしょうかね。表皮基底層まで欠損していて、反根を残さずに治癒すると。まあね、皆さんこう、ずりっとこう、すりむいたりしてですね、でも、何事もないように治ったりしますよね。これ何でしょう。まあ、これはですね、表皮の、まあ、欠損という状態で、まあ、真皮まで行ってないんですね。そうすると、まあ、これ、まあ、この、すりむいた時にはね、まあ、擦過傷みたいなこう名前になるかもしれませんが、もし、傷がですね、できていて、まあ、表皮基底膜まで、行ってないのが欠損で、まあ、反抗を残さずに治った場合はですね、まあ、これは、まあ、糜爛という状態なんですね。ですから、まあ、傷が深くなくてですね、いう場合には、まあ、これ、糜爛だなというふうに考えることができると。まあ、真皮を超えていないというのが、まあ、大きなポイントになっていきます。一方で、こちらはどうでしょうかね。まあ、こちらは、真皮を超えて、組織には欠損していて、まあ、これはですね、まあ、反根を残して、まあ、治るというものですね。まあ、皆さんもですね、こう、手とか、膝とか、そういうところにですね、結構こう、ね、傷があるんじゃないかと思うんですね。で、これは、まあ、潰瘍という状態ですよね。よく、胃潰瘍とかもですね、胃潰瘍の音がありましたみたいな話をですね、するかもしれません。あれも、やっぱりですね、定義があって、まあ、反根を形成して治癒するということなんですね。では、こちらはどうでしょうかね。こちらは、まあ、表皮下に水分が貯留しているというふうに書いてありますが、まあ、これがですね、まあ、水泡の定義になってきます。ですから、まあ、見れば水泡っていうのは分かると思いますけれども、何をもって水泡と言ってるのかっていうことはですね、まあ、うっすらぼんやり知っておくってことが重要ですね。では、そこに溜まっているものがですね、もし緑だったらどうしましょうか。まあ、これね、まあ、緑というかですね、まあ、黄色っぽい、まあ、海だなってことも分かりますよね。あれ、なんか海が溜まってるなと言って、まあ、これは石灰とかすると思いますけれども、そういう場合はですね、まあ、これは、まあ、農法ってことですよね。ですので、
皮膚に何らかの異常があるということは当然見ればわかるんですが、まあ、そこにはこう定義がありますのでね、まあ、覚えなくてもいいかもしれませんが、定義があるということは理解しておいて、まあ、それをもとにですね、まあ、会話をするということが重要です。ですから、まあ、よく考えてみると僕らってですね、この定義をうっすらぼんやり使っているわけですよ。例えば電気を消してほしい時にですね、そこのスイッチ切ってくれるっていうふうになった場合に、じゃあスイッチって何って話ですよね。スイッチが何か分からなければこれ電気を消すことができないわけです。ですがスイッチの定義、まあ、定義かどうか分かりませんが、例えば、まあ、壁にあって、そのオンオフを切り替えることによって、まあ、電気の流れをこう遮断することができるとかね、つなぐことができるとかという定義がもしあったとすると、それをお互い、お願いする方とお願いを受ける方で、まあ、両方でもこう理解しているわけですね。ですから、まあ、会話は成り立つわけです。ですので、脳法の場合にはこう治療する、海流の場合にはこう治療するってことがですね、もしこう決めることができれば、それはまあ医療のレベルが上がっていくと。ですから、これ全て一緒ですよね。何をもって心筋梗塞とするのか、何をもって肺炎とするのかっていうものは定義が決まっているわけです。この定義がたまに変わるんですが、ただ少なくとも定義は決まっていますので、その定義を理解することによってチーム医療が進んでいくということですね。まあ、これね、例えば動物なんかもそうですよね。まあ、例えば何をもって犬っていうことがこう分かっていなければですね、まあ、会話になりませんよね。ですから、まあ、犬と、まあ、狼ってね、どう違うのかって言われると、まあ、はっきりとは言えませんが、でも僕らは、まあ、こっちは犬でこっちは狼ってことはなんとなく分かるわけですよ。なんか猫っぽい動物がいましたと言っても、でも猫じゃなかったっていうこともですね、言えたりするわけです。でそれはどうして猫じゃないって言えるんですかというと、猫の転移を知ってるからなんですね。明文化できないとうまく説明ができないわけです。ですが、例えば猫の転移とハクビシンの転移が分かっていれば、いや猫は止まったけれどもハクビシンがいたって言えるわけです。ですが猫は分かっているけれどももう一匹は分からないという場合には、猫と猫じゃないということになってきますが、少なくとも猫じゃないっていうことも理解できているわけですね。まあ、これは、まあ、赤ちゃんというかね、2、3歳児が見た場合にはどう思うかというとですね、まあ動物動物っていうだけだと思うんですね。で大きくなってくるとですね、犬と狼の区別がつくと、猫と猫じゃない動物の区別がつくと、まあ、よくわからないものもね、まあ、いたりするかもしれませんが、ですから、まあ、定義を理解するということが重要になってきます。では本日の出直し登録です。名前があるものに定義がある。なんか変に名前をつけようということですね。ではですね、次回は、脳神経の評価、脳梗塞の話をしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。